次に本村信子君。本村君。日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。総務省の職員の会食接待の問題について私も質問をさせていただきたいというふうに思います。で、今回総務省の会食の調査で約170人の職員から延べ1500件の会食の申告があったということですけれども、1500件のその事業者名あるいは職員の方の局課等の内訳を教えていただきたいと思います。原大臣官房長。お答えいたします。調査の結果、今ご指摘いただきました170名の職員から延べ約1500件の会食の申告がございました。ただこれらの会食の多くは職員が事故の費用を支払って行われた会食ということで、倫理法令の違反の問題は認められなかったものでございます。ご指摘いただきましたが、法令違反がなかった会食についてのものでございますので、事業者名等の内訳についてこれまた相手方があるということもございますので、また局や課の明らかにすると職員の特定、倫理法令違反がない職員が誰と会食したかということの特定にもつながりないということでございまして、詳細は控えますが、先ほど来申し上げたとおり、通信関連の事業者との会食が300件、放送関連の事業者との会食が約150件ということは申し上げさせていただきたいと存じます。本村君。はい、残りの1050件ぐらいはどういう事業者でしょうか。原大臣官房長。それぞれ職員が幅広く民間の方と意見交換をする民間の方、団体、こういったものでございます。本村君。やはりどういう事業者と、まあ、日常的にそれほど、まあ、1500件ということで、この数字にも大変驚きましたけれども、日常的に会食をしていると、まあ、それは自分で支払ったかもしれないけれども、しかし日常的にそうやって事業者で、利害関係がある、通信関係ですとか、放送関係の事業者ともやっているということに、大変な危機感も私は抱くわけでございます。で、どこの局とどこの課が多いかということについてはお示しをいただけないでしょうか。原大臣官房長。お答えいたします。倫理法令違反ではなくて、自己負担をし、適正に民間と意見交換を行っている会食でございますので、そこは控えたいというふうに思います。本村君。はい、最初、144名の職員の方というふうに言っていたのが、173名、昨日官房長おっしゃっておりましたけれども、173名まで膨れているということで、で、まあ、歴代情報通信放送分野の幹部の方は全員会食していたということでしょうか。原大臣官房長。詳細は控えたいと存じます。本村君。日常的にですね、会食がこれほどまでにあるということに大変衝撃を受けているわけですけれども、で、国家公務員倫理法令の違反についてもお伺いをしたいと思いますけれども、法令違反があった、人数は32名、そして延べ78件の会食ということが確認をされました。で、これ、一覧表で職員1、2、3とかなっているんですけれども、お名前がわからないわけでございます。で、そうしますと、今後のですね、行政が歪められたかどうかのチェックも含めて、なかなか私たち国会議員も、そして国民の皆様、主権者の皆さんもできないというわけですから、やはりそれぞれの職員の氏名、役職、そして事業者 A から G ございますけれども、これ、事業者名、ドコモさんですとか、NTT さんですとか、東北新社さんですとかは書いてあるんですけれども、A から G、事業者名、明らかになっておりません、この点、明らかにしていただきたいと思いますけれども、これは総務大臣に通告をさせていただいております。原大臣官房長。
お答え申し上げます。まず処分を受けた職員の氏名役職については、総務省の懲戒処分に関する公表基準、これにおきまして懲戒処分でございますので、個人が識別されない形で公表するということを踏まえて今回非公表とさせていただいております。過去2月3月は氏名を公表しておりますのは、すでに報道等でその職員の名前がコーチになっているものがあったわけでございますので、ある意味例外的にそのような扱いをさせていただきました。一方、今先生からご指摘になった検証、行政が歪めたかどうか、この点については検証委員会の報告でもいろいろと個人名どこまで出すかというのはありましたけれども、課長以上については個人名を出して検証を行政を歪めたというのは行っております。そういった個人情報保護、一方では情報公開というバランスの中でトータルに考えてこのような扱いをさせていただいているところでございます。それから事業者名でございます。東北新社 NTT グループ、これは先ほどと同様すでに報道等で高知の事実になっているグループ会社でございまして、それから相手方の了承も得られているということで事業者名を公表してございます。基本的にこの情報公開の世界でも法人事業者個人、こう名前については非開示事項をされておりまして、今回このようなものを開示いたしますと事業運営にも支障が生じかねないということもございまして、公表しない扱いとさせていただいております。本村君。で、そういうふうですと、やはり私たち国会議員もそうですけれども、国民主権者の皆さんがですね、行政が歪められたかどうか、チェックができないということになってまいります。今後、どういう人事になっていくのかという推移も含めて、やはりチェックをしていかないというふうに思いますので、やはりこの公表基準、変えていただきたいと思うんですけれども。原大臣官房長。お答えいたします。懲戒処分、職員の不利益処分でございますので、そこのところは慎重な検討を要するというふうに思っております。本村君。はい、今後のですね、総務省の行政についてチェックをしていくためにも必要な情報だというふうに思いますので、ぜひこの公表基準ですね、ぜひ変えていただきたいというふうに思います。で、大臣にお伺いをしたいんですけれども、これだけ日常的に事業者と会食があるということは癒着の温存になるというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。武田総務大臣。委員ご承知と思いますけれども、情報通信というのは今から国家を挙げて取り組んでいかなくてはならない問題だと思うんです。これは国際競争力がどんどん激化してまいります。総務省の知見だけではとてもとても国際競争力競争に勝つということは難しいと思います。官民一体としっかりとスクラムを組んで総力を挙げて遅れを取った 5G を見返してビヨンド 5G、6G に向かって進んでいかなくてはならない。そのためにはやはり現場、そして実社会、そして産業界、そうした方々と密にですね、いろんな情報交換をしながら駒を進めていかなくてはならないと私は考えておるわけであります。であるからこそこの倫理の遵守というものが求められるわけであって、今回この教訓としてなおさらに倫理を追い求めて厳しくですねチェックをしていく、そうした体制づくり、これに臨んでいきたいと、このように考えています。本村君。で、お伺いしたいんですけれども、なぜ飲食を伴わないといけないのかと、で、実態を調査するということは必要でしょう、そして意見交換をするっていうのも大事だと思います。でも、なぜ飲食を伴わないといけないんでしょうか。武田総務大臣。私は何も飲食を必ず伴いなんて言ってません。それぞれ社会人であり、それぞれ大人です。社会的責任もある者の同士が、自らの責任の下で、社交というものを充実させることに対して、我々はそれを許す、許さないということは、それは越権行為だと思いますよ。本村君。
大臣、これだけ倫理法令に違反している事例があるのに、大臣からそういうお言葉があるっていうのは、本当に大変失望をいたしました。で、総務省再発防止策、指名されているんですけれども、結局、会食ありきなんですよ。だって、お金を払った証明書を出してくださいとか、そういうルールを作っていくっていうわけじゃないですか。会食が前提になっているわけです。で、本気になって癒着とか腐敗とか断ち切るんだっていう、そういう決意があまり私には見えてこないわけでございます。で、次には検証委員会の方に話を移したいというふうに思いますけれども、この情報通信行政検証委員会のその検証結果報告第一次分ですけれども、ここでは東北新社の外資規制の違反だった、けれども、認定取り消しをしなかったと、で、そのことに関して行政が歪められたと。の指摘を免れないという指摘がなされております。まずこの検証委員会に関わって質問をさせていただきたいというふうに思います。で、今回通報窓口も作られたということですけれども、通報総数と概要をお示しをいただきたいと思います。原大臣官房長。お答えいたします。ご指摘の通報窓口については報告書において、通報があった場合、通報者保護の観点から当委員会にて個別協議し、通報の有無、内容の開示の要否を決定するとしているところであり、このことを踏まえて、委員間で、ご審議をいただき、開示しないと委員の方でご判断をされたものと承知しております。和田村君。この通報窓口の設置、運用についてというお知らせがあるんですけれども、事前にこの設置をしますというお知らせにですね、通報制度を設置したこと、通報総数やその概要などについては、国会等で説明をすることがありますので、あらかじめご了承くださいという資料まで出されているわけですから、この総数ですとか概要をお示しいただけるんじゃないかと思いますけれども。原大臣官房長。お答えいたします。そうした記述があるのは承知しておりますが、そうしたことも含めて最終的に今回いろんなことをトータルで考えて、そういったことも控えるという判断を委員の方でされたというふうに承知しております。渡村君。で、ちょっと別の話に移りたいんですけれども、今回この検証委員会の中で名前が挙がっております井端課長について、ぜひこの委員会に出てきて答弁していただきたいというふうに思いましたけれども、お認めいただけなかったということで、今後こうした問題も井端さん、あるいは吉野座長ですね、検証委員会の、ぜひ呼んでいただいて審議をお願いしたいと思います。委員長、理事会で協議いたします。で、戸村君。はい。井端課長の、東北新社の会食は新たに6件見つかっているわけですけれども、なぜ1回目の調査ですべての会食答えなかったのか、この点聞きたかったんですけれども、官房長がお答えいただけますでしょうか。原大臣官房長。お答えいたします。前回の調査については限られた時間の中で職員東北新社の双方が記録と記憶の限りの確認を行ったものであります。今回新たに判明した東北新社との会食については、一部に今回職員から申告されたものもありますが、多くは職員に明確な記憶がなく、今回東北新社において確認がなされたものでございます。井端課長は東北新社において確認がされた会食について記憶は曖昧ではっきりと覚えていないが、参加した事実について否定できないというふうにしており、今回、規定違反ということで認定をさせていただいたところであります。で、井端課長、2月の報告時点で、東北新社との会食はすべて判明していると思い込み、それ以上記憶を呼び起こす作業を怠ったというふうに述べておりまして、その点、
認識が甘かったと言わざるを得ないと存じております。結果的に多くの倫理法令違反の事実が判明したことについては副務担当としても重く受け止めたいというふうに存じております。本村君。はい、大事な時期のですね、会食がまず報告がなかったわけでございます。で、井端さんにこれもお伺いしたかったんですけれども、この、報告書の中にですね、BS 左遷 4K の公募をしたけれども、利用枠が埋まらないほど応募数が、少なかったと。で、井端課長にとって、この BS 左遷 4K の部分で、その認可を取り消してしまうと、放送事業者が減ってしまうという、その減るっていうことが、まあ、東北新社認定取り消しっていうのをしなかったということですけれども、この放送事業者がこの部分で減ってしまうというのは問題だと考えていたのかどうかっていうのをお伺いしたいんですけれども。原大臣官房長。お答えいたします。今ご指摘のあった点は、検証委員会の委員の先生方の、まあ、推認といいましょうか、全体としてはなぜそういうことが起こったのかといえば、当時の総務省の BS 左遷 4K、8K 推進の中で、なかなか進出企業が少なかったので、そういう事情も背景にあったのではないかということで、推論が述べられているわけであります。井端課長については、東北新社側からそのようなことを聞いた記憶がない、覚えがないということになっておりますので、今ご指摘になったようなことは、井端課長の方からは証言はなかったということでございます。本村君。はい、この報告書の中にはですね、今日資料を出しておりますけれども、1枚目の資料でございます。多くの職員が覚えていないとの発言を繰り返し、行政事務が透明性を持って公正に行われたことを積極的に、説得的に説明することができなかった。当委員会が東北新社から資料を得て指摘するまで、会食等の事実を申請しなかったことは、この検証作業が今後より良い総務行政の在り方に資するための取り組みであることに照らすと、残念な結果と言わざるを得ないというふうに示されております。で、大臣は記憶にないものは記憶がないと示しなさいというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、この大臣の姿勢が影響したのではないかというふうに思うんですけれども、大臣はこの検証委員会の指摘、どのようにお感じになっておりますでしょうか。武田総務大臣。思われるっていうのは、もう致し方ないことなんですけれども、私は常にですね、調査にあたっては、本当のことと事実をしっかりと話すよう指示をし続けてまいりました。で、当然のことながら、覚えていることは明確に示すよう、これ、指示してるんですけども、記憶にないっていうもんですね、いや、あるだろうと、お前あるんだと、それ言えますか。当事者が一番その現場、その時々の状況っていうのを知ってる当事者が、記憶にないっていうものを、大臣である私が、何もその当事者でない私が、いや、記憶にあるだろう、絶対あるんだって言えますか。すいません。そうなんですよ。本村君。あえてね、そのことを大臣がおっしゃられたので、やっぱりそのことが影響しているのではないかというふうに、考えざるを得ないわけでございます。で、会食によって行政が歪められていないと大臣は今でも思っているんでしょうか。委員長。武田総務大臣。今でもっていう言葉どういう意味か分かりませんけれども、今回の報告書を拝見させていただきましたけれども、会食によって行政が歪められた事実というものは確認できないという調査報告を上がっております。で、今日まで、総務省の職員ないしは第三者の方も交えて、東北新社、そしてまた総務省職員、当事者にすべて当たったところ、そうした事実確認がされていないという事実を私は皆さん方にお伝えしたまでであります。本村君。はい、この検証委員会の報告書の委員補足
の意見の中ではですね、先ほど来松尾委員もお話しされておりましたけれども、会食の積み重ねや長い付き合いにより職員と事業者との間で慣れ合い意識や村意識が醸成されていく可能性、アポイントなしの面会あるいは携帯電話といった簡便な手段で事業者と重要なやり取りをするような行為が当然のように行われてしまう可能性、また閉鎖的かつ硬直的な国の人事運用が当事者との癒着を生みやすい環境となる可能性など指摘する意見もあったというふうに書かれております。この点どのようにお感じになっているでしょうか。会食の積み重ね、このことがやっぱりいろんな問題出てくるんじゃないかという指摘ですけれども、その点大臣、委員長、はい、武田総務大臣。ちょっと委員のご指摘と私価値観が合わない部分はあるんですけども、委員は会食を全面否定されてますね。会食というものは決して悪いものではないんです。これはコミュニケーションを図る上でも外交においても非常に重要な役割を担うわけですね。そしてこうした許認可免許そうしたものに携わる総務省としては、さはさりながら、いろいろな現場の意見も、産業の意見も、国際情勢も、民間から取り入れなきゃならない、その中において、交流を重ねざるをえない立場、る必要がある立場であるからこそ、倫理というものが求められるわけだって。個人個人のその自覚というものがなかったっていうのが一番これは原因なんです。これを機に、すべての職員が、この教訓を生かして、今後とも国民に仕えていただくことを私としても期待しております。本村君。はい、利害関係者との会食、これが一番問題でございます。でその点で大臣の認識が少し甘いというのが大変懸念をするわけですけれども、この検証委員会の大報告書ですけれども、また委員の補足意見ではですね、個別の委員からはそのような総務省と事業者との関係に加え、把握された総務省内の仕事の進め方、総務省職員によるこれまでの委員会への資料提出やヒアリングへの対応の状況等をも踏まえつつ、情報通信行政における組織風土、職場文化や組織ガバナンス、職員のモラルコンプライアンス意識、外部の者の入退官や各種情報の管理、セキュリティといった点についても問題意識が示されているというふうに書かれております。で、この点、座長に具体的にどういうことでこういう指摘をされているのかということをお伺いしたかったんですけれども、原官房長がお答えいただけるということでお願いしたいと思います。原大臣官房長。お答えいたします。随所で、いろんな委員さんのある意味苦労というのは伺われる報告書になっておりまして、例えばこれまでもずっとご議論ありますが、どういうやり取りをしたと残っていない、それからもともとありましたこの日に休暇だったとか、いやいや休暇じゃなかったとか、そうすると向こうには登記審査側には伝聞証拠のようなのがあるわけですが、こちら側にじゃあ一体いつ誰と会ってるかとか、そういうものが結局記憶がないと、で記録がないということで、なかなか検証に困難を要した面があったということで、今ご指摘のあったような記述がなされているというふうに承知しております。そういうこともあって、最終的には今ご指摘の箇所で、今後の検証の中で再発、そういった点も含めたですね、再発防止策も提言して、検討していくというふうな記述もありますが、現時点でもこれまで出ている指摘に対して、大臣からは、許認可の持つ重みというものを十分自覚して業務に当たりなさいというご指示、また、許認可の経緯の記録が残ってないということは問題であり、行政として当然の責務である文書管理の重要性を改めて徹底しなさいというご指示もいただいておりまして、いずれも情報通信部局だけではなくて、総務省全体の問題として、しっかりとまずはその点は取り組んでいきたいというふうに思っております。本村君。報告書の中にですね、
今さっき井端課長の点ご指摘させていただいたんですけれども免許に関わる問題が課長のみの責任ということはありえないのではないかというふうに考えております。で検証委員会もですね、上司については資料が乏しく適切な認定評価が困難であるというふうに不言をしております。で資料が乏しいという指摘、行政が行ったことが適正だったか、それを検証することができないということについて、大臣はどういうふうに責任を感じておられるんでしょうか。原大臣官房長。お答え申し上げます。繰り返しになりますが、なかなかいろんな文書がない中での検証ということで、大変委員の皆様には苦労いただいたわけであります。そうした中で、上位の職については、報告書も記載してますとおり、当時の審議官にはヒアリングを行っておりますし、それから当時の局長には、ちょっと体調不良ということもございまして、書面によるやり取りも委員の方からさせていただいております、それから東北新社側の報告書にも、上位の職の関与といいましょうか、そういうのは全く出てきてない、ヒアリングでも証言がないということでございまして、そういったものをトータルで勘案して、不十分である中、そういったものは確認できなかったという認定をされているというふうに承知しております。本村君。はい、昨日の理事懇談会の中でも、与党の議員の皆様方から、やっぱりその上司の責任について言及する言葉がございました。この点もよく再度改めて検証していただきたいというふうに思います。で資料を出させていただきました資料の5なんですけれども、大変不鮮明な資料が出されております。でその中で、総務省の職員がですね、4、5見ていただきますと、資料の9の部分は、手書きのメモは総務省担当者によるものということで、トンネル会社ではというふうに記述があるというふうに書かれておりますけれども、これを書いたのは誰でしょうか。原大臣官房長。お答え申し上げます。いや、ヒアリングなどの検証活動は公表を前提としないということで、職員の任意の協力ということで、そこに合わせはある意味手控えのですね、メモみたい、行政文書と言えないようなものまで、ある意味協力という形で出していただいております。それをどなたの文書と、そういったことを明らかにしていきますと、これまだ今後検証作業続いていきますので、今後の検証事務に支障を生じるということで、報告書において委員先生の判断で、そのような扱いにさせていただいておりますので、私どもとして、それ以上の詳細を申し上げるのは控えたいと存じます。本村君。はい、ぜひこの資料も出していただきたいというふうに思います。で、総務省の職員はじめ、国家公務員の利害関係者の会食は、自ら費用を払ったとしても、国民、住民の皆さんに疑念を持たれます。で疑念を招かないためにも、やはり利害関係者との会食は原則禁止にするべきだと思います。で昨日 NTT がですね、特別調査報告書を出しておりますけれども、その中でも政務三役と、そして国家公務員と、会食は原則禁止にするんだという指摘があるわけですから、事業者もそうやって言ってるわけですから、総務省としてもですね、利害関係者との会食の禁止、これ、行うべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。大臣。じゃあ、先にじゃあ、原さん、原大臣官房長。じゃあ、次、大臣。お答え申し上げます。この点、先ほど大臣からもご答弁ありましたが、さまざまな方から情報収集や、意見交換を行うこと自体、社会の実態を踏まえた行政運営を行う上で必要であると考える一方、その過程では、行政の中立性、公正性に疑念を免れないよう、国家公務員倫理法令のルールを遵守し、さらに今回、私ども総務省独自ルールも重ねておりますけれども、厳重に身を律することが求められているというふうに考えております。いずれにしても、こういうルールをしっかりと守りながら、こういったことを現場の実態を把握するということが重要だろうというふうに思っております。本村、じゃあ大臣、はい、お願いします。先ほど申し上げましたように、委員は会食無用論で、私は
節度と倫理観を持った会食というものが必要だと思っておりますんで、職員一人一人がしっかりとこの機に自覚をもう一回見つめ直して、倫理法令にのっとった形でのしっかりとした社会活動、行政活動に邁進していただきたいと、このように思っています。本村君。はい、利害関係者との会食は禁止するべきです。それでこそ行政が信頼されるというふうに私は思っております。強く求めたいと思います。そして検証委員会、今後政治家の皆さん方もですね、今回政務あ NTT の報告書の中で政務三役 DFOQ というふうに政務三役指摘会食したということが指摘をされていて、当時お金を払わなかった方もいらっしゃるわけですけれども、そういう指摘がございます。ぜひ検証委員会、政治家も含めた検証が必要だというふうに思います。大臣としても、政治家も検証へ協力するよう申し出るべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。原大臣官房長。え、大臣ですけど。お答えいたします。検証内容やヒアリングの対象については委員会にご判断いただくべきものでございますけれども、今後の検証において行政過程に関与している限りは政務についても調査の対象とする方針であるというふうに聞いております。本村君。はい、政治家のですね、検証も強く求めたいと思います。で、次にですね、リニア中央新幹線について次に質問させていただきたいと思います。 JR 東海